台本の方は何も思いつかないんで、ゆうさんに来てるあの福本館さんに、ゆうさんでもともとあのなんか密かに内緒で一人でね福本館さんにね旅に来てたということで、ゆうさんはね電車とバスで来たみたいなんだけど、僕はすいませんちょっと車で来ちゃったんですけど、一応でも車で来てない体で今歩いてます。なんかね雰囲気いいね、一気に森の中になるのなんか、はいはい、ここは福本館さんの分かる道ですね。それじゃあ今から一応チェックインしたいと思います。はい、着きました。まずお風呂、今ねちょっと誰もいないみたいな、ちょっとお風呂を見ていきましょう。ここにね男湯ってあるんで、内風呂とね露天風呂があるみたいで、内はこういう感じですね。こんな感じになってるんだ。なんか分かれてて、こうなんかこう来るといきなり外になってるの、こういいね。部屋もちょっと見てもらって、なんかねちょっとゆうやさんの力借りちゃったみたいで、ちょっとねちょっといい部屋っぽいな。見て、角部屋でなんか景色もいい部屋用意してもらっちゃった。いや、ゆうやさんすいません、あれ今オンラインの時間だけどちょっと誰もいないっていうの、あの撮っていいよって言ってくれたの。綺麗です。あ、台風大きい。さすが台風。極楽じゃー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 。はい。近くの末広寿司に行きました。うまそう、食べていけたな。寿司でね食べてきました。美味しかったです。めちゃめちゃにぎわってました。4歳ぐらいの子と6歳ぐらいの女の子がぐいぐい寄るとこ来て、誰何してんのって言ってきたんで、え遊びに来たんだって返しました。お疲れ様です。ちょうどお風呂出てきましてですね、なんかねスカッシュ見たって言えば、こちらの相模ビールのねペールエール、なんか相模ビールなんかもいただけるみたいなんで、スカッシュもしここの宿にあの来た方がもしいらっしゃいましたら、スカッシュ見たよって言ったらあのこちらいただけるみたいなんで、俺ちょっとビールねあんま飲めないんだけどちょっと飲んでみますね、せっかくいただいたんで。冷たくて美味しいですね。まあ、あのビールの味分かんないタイプなんで、でも美味しい気がします。ごちそうさまでーす。おはざます、おはざます。いやーちょっと結構よくできちゃいましたね。いやーいい天気っすね。ちょっとひげ生えちゃってるんですけど、それでは帰りたいと思います。はい、ここですね、ゆうやさんが登った山、ちょっと登っていきたいと思います。多分こちらですね、小林拓司さん、こちらに、ね、いたんじゃないでしょうか。多分ゆうやさんの話だと、多分そうだと思います。じゃあ帰ります。おかみさんすごいいい人でね、いっぱいあのお話しさせてもらいました。そしたらね、なんかゆうやさんの話をあの聞いたんですけど、そしたらあの人明るくてね、何の人かと思ったよって言ってました。もっとお話聞いときゃよかったってゆうやさん言ってました。なんで今度来るときはあのお話いっぱいしてください。あのぜひお願いします。はい、こんにちは、ゆうやさんです。お疲れ様です。今日からですねまたちょっと合宿に来てまして、佐島っていうところに来てるんですよ、横須賀の方ですね。
すごい。海。ちょっとね、今日からまたちょっと3日間ちょっともう本当今月末に今もう今4月なんだけど